区総合庁舎の完成を記念して1月9日に庁舎1階ホールで地元住民の皆様約200人の臨席のもと開所式が開催されました。旧区役所の北側に建設された新庁舎は鉄筋コンクリート造り4階建て、延べ床面積約14,700平方メートルで、これまで別々の場所にあった区役所や福祉事務所、保健所を統合し、新たに伏見青少年活動センターを併設して伏見区政の新たな拠点として、また区民交流や地域活動を促進する拠点として生まれ変わりました。酒蔵をイメージした外観により伏見らしさを表現し、ワークショップなどを通じて区民の皆様の意見を庁舎設計に反映したほか、太陽光発電パネルなど環境に配慮した設備や、全ての人に優しいユニバーサルデザインを取り入れ、区民の皆様の利用が可能なホールや会議室などを備えた伏見らしい魅力あふれる庁舎となっています。開所式の挨拶の中で門川市長は、地域の皆様の意見が取り入れられた環境に優しい、人に優しい、素晴らしい庁舎が完成しました、この素晴らしい庁舎の完成のためにご尽力いただいた皆様に大変感謝申し上げます、来たる地域主権時代では何よりも区役所の仕事が大事だと思います。区役所職員が住民の皆様と伏見区の未来と発展を共に考え、共に汗して住みよい伏見区を作り出していく、そのための素晴らしい拠点ができたと自負しています。これからは区民の皆様に伏見区に住んでいてよかったと言われるよう、市も区とともどもに努力してまいる決意です、と述べました。